建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村麻里です。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。麻里ちゃん、先週のアクセスフリー、はいはい、楽しかったですよね。面白かったです ね。なんかあの、はい、このスタジオ飛び出して、はい、まあ、大井先生もね、今日のゲストの大井先生も来ていただきましたけど、はい、なんか10人ちょっとで、はい、まあ、飲みながらの放送やったんですけど、はい、もうほんま楽しかったね、はい、なんか突然来てくれはった人とか。そうですね、あ、うん、はい、あのね、最後っていうか、まあ、マリちゃんのとこまで行ってね、はい、あのみんなでワイワイと歌いながら、はい、夜の遅くまで飲んでましたが、めちゃくちゃ盛り上がりました ね。だからああいうのってやっぱりあの、まあ、パーティーというかね、やっぱりそういうのでこう、はい、また番組でもやりたいですよね。そうですね、うん、はい、そのま、ぜひぜひぜひ、その、まあ、あのパーティー続きですけど、はい、あの先週、土曜日、はいはい、あの橋本健二さんでゲストに来ていただいた建築家の結婚式やったんですよ。はい、はい、フェイスブックでちらっと見させていただきましたけど、はい、54歳、はい、見えないですけどね、はい、はい、それがね、まあ、そのパーティー続きでっていうのは、まあ、川口教会というところで、はい、あのちゃんとしたちゃんとした教会でちゃんとした結婚式があって、はい、その後あの、彼 の、 あの事務所、はい、小学校移築したって言ってたでしょ、はい、言ってありましたね。であこで披露宴があったんです。すごいですね、うん、で建物も、まあ、もうすごくいい雰囲気で、はい、なんかもうなんか今年中かな、はい、になんか取り壊しせなあかんようなことで、はい、あのまあ、それ記念にということで、はい、あの記念にとかしてたその前にということで、はい、あのそこでやったんですけど、はい、あのなんかねアットホームな感じでね、で建物が、まあ、100年ぐらい前の建物ですから、はい、雰囲気があって、はい、で壁もしっくりですし、はい、で料理はちゃんとした料理なんですよ、はい、でなんかすごいねあったかいね、はい、あの100 150人ぐらいいたかな、おすごい、すごいもうぎゅうぎゅう詰めやったんですけど、はい、なんかすごいあったかい、まあ、こういう結婚式でいいなっていう、本当にみんながあの心から祝ってるようなね、はい、ええー、なー、あの好きでね僕もちょっといながら、はい、なんかちょっと感動しましたね。あ、いいですね、うん、だ本人は酔っ払ってたみたいけどはい、はい、ということでこの番組は伊賀の浅田建築株式会社美恵の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。建築ぶっちゃけトーク。はい、このコーナーは毎週ゲストを招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーです。はい、はい、本日は月の第1週目ですね、はい、週目の月曜日です、はい、京都造形芸術大学名誉教授の大石義和先生にお越しいただいております。はい、大石先生こんにちは。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。祭日ですけど今日は生放送すいません、ご足労いただきましてありがとうございます。なんか先週で一応、あ、先月で一応三条通りはもうね、うん、嵐山まで歩き切ったということで、無理やり無理やりガーッと詰め込んだ感はありますか。今日からですね、まあ、新しいシリーズというか、はい、まあ、ちょっと大石先生とあの相談して、はい、まあ、建築と建築家、はい、をなんか一つずつピックアップして、はい、我々でちょっとそれについて話し合おうかと、はいはいはい、いうようなことをちょっと言ってましたね、はい、で、今日は何行きましょう。今日はね、やっぱりあのみな、まあ、誰もがご存知の安藤、はい、安藤忠雄さん、忠雄さん、あ、よかった、はい、私も知ってる人やった、はい、でものはあのやっぱり三条通りにあるね、はい、タイムズ、ね、タイムズビルね、まあまあ、京都の建物からということですね。どこですかね。高瀬川三条の、ね、そうですね、あ、あのブロックなんです、はい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 、ちょっと下がっていくとこですよね。そうそう、下がっていくとこですね、はいはいはい、あれが安藤さんのお店入ってるとこかな。あ、そうかな、ね、あの、はい、そうですね、そうですね、はい、あの基本的には商業ビルでね。そうですね、はい、あのどちらかというと、まあ、当初オープン当初はあの有名なブランドのファッション、そうですね、ワイゼルとか、うん、僕よく買いに行ってましたけど、はい、入ってましたね、入ってましたね、で、それがね1984年にできてるんですよ、はい、84年ね、うん、80年代だからもう30年ぐらい前なんですね。そうですね、すごいな、はい、でその後91年にあの
増築っていうかね、後ろね、後ろに少しね、通を作って、はい、作られましてね、はい、であれをタイムズができた時っていうのがね、一番話題になったのが、はい、高瀬川の川をそうなんですよね、いじるという話があるんです。いじる？いじるっていうのはちょっと敷地の中にね、はい、自分の敷地の中に川の水をちょっと入れて、はい、うん、実は設計されてるわけですね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だから土手一回潰して、はい、ビルのキワキワ、まあ、水が触れるわけですよ。そうそうそう、ビルから浸水性っていう言葉があるんですけど、水に親しむように、はい、せっかくあんだけコントロールできる川ですから、はい、つまり水量がいつも一定ですから、うん、自然の川じゃないですから、はい、疎水ですからね。だからそれ、せっかくはそんなにね、歴史的な素晴らしい川があるのに、なんか その横にただ突ったっていうのはおかしいだろうということで、安藤さんが、まあ、京都市のおそらく河川課あたりとですね、いろいろお話しされて、はい、で、まあ、ああいう形になったんですね、うん、だから皆さんなんとなくこういいなと思っておられるのは、実は川辺 の、はい、水にも本当にかがむと水が触れるぐらいの、ね、はい、ああいう場所を作ったっていうことがまず一番大きいな、ね、はい、うん、手すりがないですよね。そうなんですよ、確かにない。だから僕できた時びっくりしました、うん、これ法律許されてるのか、ありですか。いや微妙、その辺が微妙です。微妙ただあそこから落ちて死ぬんかいっていう感じが、いや僕らはねもうあんな OK なんですけど、うん、はい、役所の方はそれはすぐにはふんとは言わないですよ ね、うん、そうですよね。ああいうことは、はい、まあ、そういう割とそういう意味では建築家であった安藤、まあ、今でもそうですけども、はい、そこではどちらかというと高瀬川というすごく巨大な歴史的なね、はい、あれ自体がもう建築に負けないぐらい素晴らしい、ね、建築とも言えるぐらいの、ね、はい、風景を持っていると、はい、でそういうものの横に建てるんだから、やっぱり それとこう一緒になって共存したいと、はい、思われたんだと思うんですね、はい、うん、ただそこに境界線があるから境界こっちは建築でこっちは川ですよっていうやり方はどうもおかしいねっていう思いがあってね、でそれは 僕もすごく賛成でね、はい、うん、そのやり方が多分本当に京都の街にあった建築の作り方の一つやなと。でもう一つね、僕がすごく面白いなと思うのは、はい、あそこ地上おそらく 4,5 階まで建てられるはずなんですよ、うんうん、はい、ちょっと限界まで行けばね、うん、はいはい、ところが、はい、実は地下1階地上2階ぐらい、2階建てです、はいはいはい、うん、そうです、つまり、はい、土地の持ってる容積率いっぱいいっぱいを建てなかったということが、あ、それもなぜそうしたのかっていうと、やっぱり高瀬川だとか京都の景観でしょうね、風景を考えたらね、うん、いや嬉しいなんか、うん、だから景観のあり方では色の問題とか形の問題もあるんですけれども、はい、それ以前のなんていうかボリュームの問題っていうのはね、はい、なんかも彼はその自らそう設計されると聞いておりましてね、そうですね、うん、クライアントさんもよく納得されたと思いますけれども、うん、クライアント説得するのが難しいですね。そうですね、マンションとかやともう容積率いっぱい建てて売りたいと、はい、まあ、商業ですから、はいはい、そうなるんですけど、もうクライアント説得するのが大変ですね。そういうことですよね。あんな居場所ね。そうなんですね、うん、すぐ店入りそうですもんね。ね、僕は商業ビルでああいうのが好きなのは、勝手にふっと入っていけるじゃないですか。そうですね、はい、うん、でしかも今日、まあ、路地のように、そう、ね、まあ、迷路のようにってね、で本当に迷ってしまいそうになるんです。迷いそうになります、ね、あのビルは、はい、だからただね、つい先日行ったんですけども、残念なことで、ねはい、若干空き家が目立ってますね。かも分かんないですよね、うん、でこれはね、うん、やっぱり建物を使い切れるテナントさんが そうですね、もうちょっと入ってほしいなと、うん、なんかこうあそこで繁華街やから儲かるというふうに、はい、すぐそっちに行かないで ね、うん、空間をいい感じに使ってね、うんうん、はい、でそうすると多分人もこうせっかくいい場所の風景を楽しめるんですけどね、人の流れもありますからね、はい、そういうふうにしていただくといいなと、はい、ね、だから安藤さんはもう儲からへんよって言ってはりますけどね、うん、自分のビルにテナントで入っても売り上げそんな上がらへんからみたいなことは言うてはりますよ。だから一番最初それ聞いたのは、僕はローズガーデンで大学生で聞いた時に、ローズガーデンも同じような商業ビル、うん、まだタイムズできる前ですけど、うん、まあ、ここローズガーデン見ての通りね、ここで売り上げ取られんでもええ店ばっかりしか入ってへんのですわって言うてはった。こんなとこ流行らへんねんって言うてはって、そういうこと一切三宅のショップとか他で
あの成り立ってるとこしかあのあかんねんけど雰囲気いいでしょって言うてあったんですけどねだからもう儲けを持たないもうね安藤さんのビルに入らん方がええと本人が本人が言うた本人が言うた、はい、本人が言うた、うん、安藤さんって面白いこといっぱい喋ってはりましたね、はい、藤村さんも安藤さんが、まあ、ファンの一人ですよね、ファンの一人なんですけどね、この間ちょっと彼の、資料を見てましたらね、はい、訪れた人の心にただそこでの空間体験だけが残ってくるような原型としての建築を作りたいとちょっと難しいこと言ったはるんですね、まあ、ここで彼が図らずも言って空間という言葉があって、はい、それは、はい、建築っていうのは実は用途がありますよね、はいはい、まあ、住宅とか商業施設とか ね、まあ、そういう用途に見合った建築っていう言い方じゃなくて、そこに感動を呼ぶ空間が必要なんだと。なるほど、うん、だからその用途は用途通りそれなりのね、うん、機能が必要で、はい、入るためにドアがいるのが当たり前のことだからね、はい、でもそこに入った時の空間がある驚きとか感動を呼び起こすようにね、うん、したいんだと、うん、それがそういう建築を作りたいという、うん、やっぱり、まあ、我々建築やってる者にとってはもう大いにうなずける話ですよね、うんうん、だからそういう建築を彼がずっと作り続けてるのが僕も好きでして、うん、皆さんご存知のように住吉の長屋っていうのがね、うんうん、有名で、はい、これ大阪の下町西の方の下町の中に、はい、コンクリートで作ってですね、はい、もうファサードっていうか表はもうコンクリートに穴が開いてるだけでね、はいはい、で中庭があって、はい、まあ、よく言われてるのは寝室からトイレ行こう思ったら雨降ってたら傘さだなみたいなね、当時としてはそういうこう、いわば使い勝手のことは言われるけれども、ね、うんうん、彼が目指してたのはそういうことではなくて、その中庭も含めた空間の魅力、驚きみたいなのがやりたかったということとね、もう一つは、はい、僕が気がついたのは安藤さんっていうのは実はすごく都市デザイン、街づくりみたいなことがね、もともとあって、はい、街に対する視点がしっかりあるから、最近では植樹をやろうとかね、はいはい、ランドスケープ的なことやってます ね、あるいは結局街全体をどういう風景にしていくかと、で大仏も結局京都の街にこれぐらいの規模のものを、しかもすでにある歴史的なものも含めて共存しながら作りたいというね、都市をすごくよく見ておられるという気がしますね、うん、まあ、ちょっとね時間もあれですから、はい、また皆さん一回タイムズそういう目で見ていただいたらどうかなと思います。これ安藤忠雄さんのかと思ってね。はい、はい、ということでちょっと、ここで一休みということで、はい、ちょっと音楽を、はい、今日は藤兄のリクエストですね。そうですね、はい、はい、ロトスチュワートのマギーメイです。住む人を一番に思い、考え、家づくりをする。年数を重ねるごとに味わいを増す家、自然に優しい家、アレルギー対策に注力した家など、
美瑛はお客様と同じ気持ちになって理想の住まいへ近づけることを心がけています。生きた木にこだわった京都の工務店、注文住宅やリフォーム増改築など、住まい木造の家のことなら株式会社美瑛まで。たくみのなんでもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤二がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。はい、また恋愛問題や人生相談にも答えしちゃいます。まあまあ、あの建築の話の方がいいかな。どっちかですね。どっちか言ったらね。はい、はい、ということで建築の話が来ております。来てます。ありがとうございます。はい、まずはじゃあ1つ目やっていきます。三条小僧さんです。いつもありがとうございます。藤二まりちゃんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。昨日は祝日、文化の日、はい、はいはい、そして今日はその振り替え休日ですね。そうですね、はい、今日祝日やんだからね。そうなんですよね、はい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 、文化といえば、はい、学生時代の文化祭を一番に思い出しますが、そうですね、楽しかったですね、はいはい、たまにテレビのニュースなどで、はい、木造モルタルの文化住宅から出火し、文化住宅と、はい、火災の状況などを説明するときに使われる、はいはい、文化住宅ってどんな住宅なのでしょうか。はい、ついでにモルタルについてもお願いします、ね、ということです。これはね、あの時代的に大石先生の方が詳しいんで、あの大石先生に答えてもらおうかなと。はい、またまた第1月曜日ですので、はいはい、先生よろしくお願いします。懐かしい言葉なんですよ、文化住宅は。はい、あれはあんまりきちっとは分かりませんが、はい、私も実は大阪で、はい、あの幼少というか小さい頃は過ごしましてね、はい、でその文化住宅という言葉はよく聞きました、はい、であの、まあ、戦後の住宅難の頃ですね、だからおそらく1950年代ぐらいからどんどん、はい、あの下町の、はい、空き地なんかに民間の方が住宅を建てられて、はい、いわばあの2階建てで、木造ですから2階建てで、はい、で一軒一軒に、まあ、トイレと、はい、まあお風呂があったんかな、あったなかったとこもあるし、あったとこもあると思いますよ、うん、で台所がついてて、で、まあ、部屋があると、今で言うたらアパートみたいなもんですね、木造アパートに近いんですけども、まあそういうものを文化住宅って言ったんですね、で若いご夫婦が、はい、そこでまず所帯を持ち始めて生活を始めるという、そうです、ね、そういうのに昭和って感じですね。昭和です、昭和です、ね、だから、うん、もう子供がたくさんいてっていうか、はい、そのみんな大人になって結婚する人がもっと増えてね、人口が増えた頃、その頃にできたんですね。ですから、割と都市型ですので密集地に多いので、そうです、ね、防火性が必要ですからね、したがってそのモルタルっていうね、外壁に、セメントですよね、セメントですよ、するに、はい、うん、それを塗って、はい、火事の炎症が起こらないようにと、まあ、それでも今でも、はい、まあ、火事がというのもね、はいはいはい、起こってますけど、まあ、木造ですからね、うん、うん、そういう建物なんですよね、はい、まずは文化住宅っていうのはね、まあ、あのなんていうか住宅の数が必要やった時代にできた集合住宅です。はい、はいはい、ということです。ありがとうございました。じゃあちょっと2つ目、はい、2つ目いきましょうかね、はい、ラジオネームマームさんです。はい、先週いただいた、はい、そうですね、あ、先々週か、はい、ありがとうございます。こんばんは、はい、京都駅周辺に住んでおりますマームです。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。先日はメールを採用していただき、あ、そうやね、やっぱり、はい、ありがとうございました、はい、今日質問させていただきたいのは、はい、窓の設計についてです。窓の設計、はい、京都造形芸術大学の、設計課題の際、はい、いつも窓の配置とデザインに頭を悩まされています、はい、まあ、学生というかね、あの、そういうことですね、通信で学生されてますから、はい、8人の生徒さんなんですよね、はい、外の景色が見えないともったいないと思う貧乏症のせいかなんかわかるな、これ、はい、壁面、壁面、はい、壁面をすべて窓で埋め尽くそうとしてしまいます、はいはい、これでは窓拭きなどのメンテナンスも大変ですし、そうですね、もっと必要最低限の、はい、最低限の窓を効果的に配置をしたいなと考えています。ただ、はい、何を基準に配置やサイズを選んだら良いのか分かりません、うんうんうん、窓の配置のコツを教えていただけたらと思います。これはね、一言で言うたら教えたげへん、いやこれがね、あの一回先生窓の話してくれましたよ、必要性の話、まあまあ、そうだね、うん、あるんですけどね、はい、やっぱりそれはあのそれぞれの建築家が自分の感覚で、はい、やっぱり持ってるものなんですよ、自分こういう窓は美しいとかね、はい、だから一番有名なのはあのコルビジェがあの別荘で、ね、はい、あの湖の横に建てた別荘の窓というのが世界一有名な窓なんですけど、はい、まあ、美しいです、あのバラン壁に対する大きさといい、うん、はい、配置といい、はい、そこから見える風景といいね、はい、やっぱり計算し尽くしてあるんですね、
だからそういうことができるようになったら一流やと。窓の設計ができたら一流ですよ。すごい、うん、そうなんや。そうなんです。いやでもね、なんか絵飾ってあるみたいですもんね。そう綺麗な窓はね。だからまあちょっとだけ言うと、まず法律があって、はいはい、まあ例えばその採光ってどんだけ光が入らなければいけない、はい、あまあ住宅の場合はその床面積の7分の1の大きさを取りなさいという規定があって、あのそれを取らないといけないんですよね。あ、そうなんですね。であとまあ換気の問題もあって、はい、住宅の場合10分の1以上それあるんで、まあ必然的に無双はできないと。あ、うん、でそうなんですか。その住宅、まあね、住宅って全体の話なんですよ。うんうん、はい、トイレとかはいいんですよ、中でも、はい、ただその、まあ、居室って言いますけど、はい、長い時間いる部屋についてはそういう規定がまずあると、はい、ただそれは大きさだけの規定なんで、はい、それがずーっと横長であろうがね、はい、縦長であろうがの規定はないんですよ。へー。でそれが僕らが考える、はい、まあ言ったら開放性というか、どこにその立地によってね、例えば湖が見えにあったらどう湖を美しく切り取るんだとかね、はいはい、でコルビュジア横窓っていうのをヨーロッパで提案したわけですけど、はい、そういうまあそれが妙なんですよ。それを考えるのが妙なんで、はい、もう答えは自分で見つけるのが一番いいと僕は。大石さんどうですかね。いや全くその通りでね、うん、ただね、はい、これは構造と無関係じゃなくてね。そうですね、木造で、まあ、かつての日本の住宅は柱張りですから、はい、あとは全部開けるしかないんですよ。そうですね。で畳の部屋は下から開けなあかんので、はい、いわゆる吐き出しっていうんですね、はい、そうですね、吐き出しっていうのはあるんですけど、ね、はいはいはい、であとはヨーロッパの建築っていうのは壁がありきね、窓があるんですよ。そうですね、さっき壁があるんです。日本の場合は石造りなので、日本の場合は先開口部があるっていう、はいはい、だから横窓がね、ヨーロッパの建物できないです、はい、石ずっと積んでいくんで縦窓になってしまうんです。あーすごい、なるほど、うん、でヨーロッパ建築のそうなんか、日本建築っていうのは梁と柱なんで、はい、ドボーンと横窓が取れちゃうんですよね、はい、なるほど、うん、そういう構造の違いもあるということですね。ということでした、はい、マームさんこちらの方でよろしくお願いします。はい、はい、ということでこのコーナーでは建築の相談を受け付けしております、はい、ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp info@radiocafe.co.jp です。またお便りもお待ちしておりますので、どしどしお送りください。そうですね、マームさんお便りありがとうございます。嬉しいです ね、 こうやって連続でお便りいただくのすごい嬉しいので、はい、またぜひよろしくお願いいたしま す、はい、お待ちしてます。ということで、はい、もう今日はお別れの時間が参りました。それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井にこと藤村正嗣とアシスタント竹村真理と大石義和でした。はい、それではまた来週、さよなら。この番組は伊賀の浅田建築株式会社 BA の協力でお送りいたしました。